みんなやっほー、ねずこだよー。今日は胡蝶ちゃんをにかしてもらおうと思うの。ねずこ、それはいい考えだね。ねずこちゃん、炭治郎くんありがとう。私も鬼化するの楽しみだわ。胡蝶さんなら鬼化したら絶対に思考の領域に到達できますよ。お兄ちゃんの言う通りだよ。じゃあ早速無惨様のとこに行こう。二人ともありがとう。この魂を鬼に捧げ、必ずや思考の領域に到達してみせるわ。想像しただけで中秋肉を踊るわ。いや、なんか今日の胡蝶さん怖えー。というわけで無惨様、胡蝶さんのことを鬼化させてあげてください。無惨様、俺からもよろしく頼みます。無惨様、よろしくお願いいたします。私を鬼化していただいた暁には必ずや鬼殺隊を壊滅させてみせます。オッケー。胡蝶さんはいつもみんなの怪我を治してくれたり面倒を見てくれているから、ご褒美に鬼化させてあげるね。もちろん今日もねずこちゃんも炭治郎くんも鬼化させてあげるよ。ちょっと待てやー。落ち着いてください無惨様。ついこないだ京次郎を鬼にしたばかりじゃないですか。このままじゃどんどん鬼化した柱が増えていって手がつけられなくなり、我々も危険です。うわー、赤座くんが胡蝶さんの鬼化を邪魔してくるよ。僕ちんは胡蝶さんの鬼化した姿が見たいだけなのに。いや、やっぱ鬼化する理由それー。おい赤座、それ以上胡蝶の鬼化を邪魔してみろ。俺がお前のことを食ってやろうか、今ここで。いや、鬼化した煉獄さん怖えー。というわけでついに私も鬼化することができたわ。無惨様ありがとうございます。胡蝶さん、素晴らしい闘気です。確実に思考の領域に到達しております。私も胡蝶さんと共に鬼化できて光栄です。うむ、やはり胡蝶は鬼化の才能があったようだな。うんうん、よかったよかった。今日もまた鬼化した柱が増えて僕チームもうれぴーよ。さあ次回は誰が鬼化するかな。視聴者のみんなもコメント欄で予想してね。チャンネル登録と高評価もよろしく。煉獄さんも胡蝶さんも鬼化していいな。次回鬼化するのはもしかしたら俺かもな。いや、次回鬼化するのはこの俺だぜ。無惨ちゃんよろしく頼むぜ。いや、次回鬼化するのはこの私だ。鬼としてさらにパワーアップしてやる。いや、お前らは絶対にないだろう。